ざ出向いてきたか。そのいでたち、貴様が皇帝だな。頭を下げてアバロンを差し出せば、我が重臣に取り立ててやってもいいぞ。息子の仇だ、覚悟しろ。そんな幼児か、くだらん。俺の力を見せてやったのに、勝てる気でいるとは。愚かな奴め。アバロンは実力でいただくとしよう。息子のところに送ってやる。父上、モンスターです。狙った獲物は逃さないわ。動き気をつけて。まだやれる。助かる。バカ。これはたまらん。恩恵を出さねばなるまい。父上、己くじんし。よせ、ジュラン。今のお前では勝てん。ここは引くのだ。しかし父上。いいだろう、見逃してやる。どうせそいつは死ぬ。皇帝の死を見れば誰もが俺の力を恐怖し服従する。城はその後もらい受けるとしよう。ジェラール。はい、ここにおります。いけません。安静にしていなければ。ジェラール。お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦わねばならん。はい。だが今のお前では勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。はいはい。違う、もっと真剣になるのだ。魔導士は伝承法というものを教えてくれた。伝えるものと受け継ぐものに強い意志があれば志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出任せかもしれん。
しかしお前とこの国が生き延びていくにはこの方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技ソウルスティールは見切った。この見切りお前に伝えよう。父上、まさかそのためにクジンシーと戦ったのですか。あのメギツネメが父上をそそのかして。ジェラハン、今は国家の、いや世界の存亡にも関わる大事だ。私のことなど取るに足らん。しかし父上、そのようないかがわしい術を私は聞いたことがありません。私も初めは疑った。だがその後女の言葉は現実となった。クジンシーはビクトールを手にかけ、今帝国をも我が物にしようとしている。伝説では七英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あのクジンシーには世界を救う気などないようだ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎぬのか、どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならんのだ。奴らがクジンシーのように残忍な奴ばかりだとすれば、七英雄を倒さん限り世界の統一も人々の平穏な暮らしもない。お前は自らの人生を捨てて戦う決意はあるか。はい。よし、長く苦しい戦いになるだろう。だがその決意がある者に力を受け継いでいくのだ。ジェラール、私の魂は常にお前と共にあるぞ。さらばだ。父上、父上、父、父上。魂が奮い立つようなこの力、次々によみがえる歴戦の記憶、これは父上の。